皆さん、こんにちは。通夜館内市の横山と申します。えー、今回は、えー、日本歴史の猛虎襲来ですね、えー。原稿についてお話をしたいと思います。猛、え、虎、ー、襲来、原稿なんですけども、えー、鎌倉時代ですね、えー、13世紀の初め、えー、チンギスハンがモンゴル民族を統一しまして、えー、金を滅ぼして、ユーラシア大陸にまたがるですね、モンゴル帝国を建国しましたと。 で、その後にですね、チンギスハンの孫のね、フビライハンというのがですね、えー、首都をですね、大都、えー、今でいう北京ですね、北京に移して国を元と改めてですね、えー、朝鮮半島にあった高麗を服属させてですね、で、日本にですね、朝候を供養したわけですね。要するに日本にね、貢、えー、ぎ物をよこせということですね。 えーですがですね、鎌倉幕府の執権北条時宗はですね、徴工の要求を拒否しましたということですね。えー、これがですね、いわゆるその猛虎襲来の、まあ、て言いますか、こう流れですね。で、1274年にですね、分文営の駅というのが起こりまして、えー、これがね、1回目のね、えー、っと、襲来なんですが、えー、原はですね、高麗の軍勢合わせて約3万の兵で津島行きを、えー、攻撃してきたと。 で、九州のね、博多にも上陸しまして、幕府はですね、えー、九州の御家人を動員して、ええー、まあ戦いましたと。で、えー、まあ,あ、運がいいことにですね、まあ暴風が起こりまして、で、元軍はね、退散したわけですね。で、まあ、それがね、あまりにもこうタイミングよくね、暴風が起こったということで、まあ、神の仕業じゃないかというかね、神風信仰というね、神風じゃないかっていう、 まあ言われるぐらいですね。まあタイミングが良かったんですけども、まあいずれにしてもですね、暴風によって元軍は退散したということですね。で、幕府はこれはまずいということでですね、えー、再度の襲来に備えて、九州北部の用地をですね、御家人に警備させるですね、異国警護番役ですね。異国警護番役っていうね、まあその、なんて言いますか、あのー、守りですよね。その、まあ守るための仕事をですね、まあ強化したわけですね。 で具体的にはですね、博多湾沿岸に貿易を設置ということでね、えー、この貿雷はですね、まあ、石垣なんですけども、今もね、残ってましてね、えー、まあ、あの、いかにですね、その、来週を恐れていたかっていうのはね、よくわかりますよね。で、えー、1281年ですね、この第2回目のですね、えー、襲来がありまして、これはね、港湾の駅と呼んでますね。で、港湾の駅っていうのはどうう、どういう流れかと言いますと、まず玄はですね、南宋滅ぼしたわけですね。 で、1281年に、えー、大軍でですね、今度、九州北部に迫ってきたと。で、今度はですね、あのー、二手に分かれましてですね、東路軍が4万人、港南軍というのは10万人ということですね、えー。二手に分かれて、日本に迫ってきたと。で、今回もですね、えー、っと、暴風、上風が吹いてですね、えー、大損害を受けて退散したということですね。 で、あのー、現行のですね、えー、参考資料としては、猛虎襲来絵巻っていうですね、有名な絵がありまして、えー、竹崎末永っていうですね、まあその武将がですね、戦ってるその、まあ絵があるんですね。まあ皆さん見たことあると思うんですが、まあそのね、えー、その猛虎襲来絵巻っていうのが、まあ有名ですよと。で、竹崎末永の、まああの、活躍がね、書いてあるわけですね。 で、蒙古襲来の影響ということで、あの、ま、あ二回にわたってですね、ま、あその、日本が襲われたと。で、それによってですね、ま、あどういう影響があったかってことなんですが、えー、まず九州の博多にですね、鎮税丹大というですね、ま、あそういうその、ま、あ役所ですね、が設置されましたと。で、法上一族が、ま、あ任命されたってことですね。えー、あとは、あの、法上氏のですね、着流の当主である徳宗のね、勢力が増大しまして、 特捜先生政治っていうのがですね、えー、まあ始まったということですね。で、あとですね、御家人に多くの犠牲があったんですが、幕府はですね、十分な報酬を与えることができなかったということで、えー、御家人が急防してですねで、しかも不満が溜まったということですね。まあ、これはね、あのー、まあーんと奉公ということでですね、あのー、もちろんその、えー、その戦争があったらね、もちろんその戦うんですけども、やっぱり褒美がないとですね、報酬がないとね、 やっぱり不満が高まりますよね。それはその、いつの時代でもそうですよね。やっぱり何かギブアンドテイクでですね、何かこうやったら、やっぱり何らかのですね、テイクが欲しいと、いうことなんですが、まあ、あの、まあ、幕府はね、まあ、その、まあ、弱体化してましたからね、あの、十分な報酬を与えることはできなかったということですね。ですから、これがですね、えー、その、まあ、幕府の滅亡につながっていくわけですね。